いつもこういった感じでこう見通せるところに罠をかけてるんですけど、ちょっと今回はミスというかちょっと武将した自分の責任なんですけど、実はここにイノシシがかかってます。行ってみます。もう毎日、昨日はちょっと仕事で来れなかったんですけど、その前の日ですね、日曜日には来てたんですけど、この状態だと多分日曜日にかかっていたんだと思います。悔しい。ちょうど一段下に落ち込んで死んでるんですね。もう少し前まで見に来たらよかったんですけど、手前でパッと見た感じいなかったので、あ、いねえんだなと思ったんですけど、残念ながらもう食べることはできません。反省です。まあ、こんなこともあるんですね。実際夏は特に腐るのが早いんで、参りました。またお願いします。イノシシは死んでたんですけど、その帰りこんなの見つけました。これって山鳥竹じゃないですか。あのポルチーニとかいうちょっとお高いキノコじゃないんでしょうか。この網目模様、そうなんじゃないかな。図鑑で調べて間違いなさそうだったら食べてみたいと思います。毒キノコじゃなければ次回投稿がまたあると思います。ではまた。